を一人で潰したという男探したぜ。俺たちの組織に入れてやろうと思ってな。お前が入って鬼に金棒だ。なるほど、いい体してるぜ。おい、汚い手で俺に触るな。騒がしいの、静かにせえ。ヘイ、ジャッカル様、お願いです。僕の村を、おばちゃんやみんなを助けてください。タキじゃねえか。おい、マット兄ちゃん。村の井戸が突然枯れちゃって水が出なくなっちゃったんだ。そしたらみんな村を捨てて、おばちゃん一人残って新しい井戸を。でも一人の力じゃどうにもならないんだ。あのババア、まだ生きてるのか。水は必ず出るんだよ。でもそのためには男の人の力が必要なんだ。キャンバット、お前の村はどこだ。水か、何度も言ったろう。長生きしたくば自分より強い相手とは戦わないことだとな。貴様らに俺の部下の資格はない。我々のオアシスが見つかった。おばちゃん、バット兄ちゃんが帰ってきたよ。それに手いぐらいできねえのか。いってどの面下げて帰ってきたこの道楽者のバカ息子。よくおいでくださった。わしが豊ですじゃ。お疲れになったでしょう。ああ、長旅で喉も渇いたじゃろ。どうした滝、お前も飲みなさい。うん。みんな親を殺されたり足手まといになって捨てられた子供たちじゃ。今ではみんなわしの子供じゃと思っとる。俺はあんたの子供だなんて思ってないからな。おお、わしだってお前みたいな悪ガキ子供だなんて思っておりゃせん。ああいうバカは余計かわいいもんじゃって。あの子供たちを連れて旅をすることはできん。村に居残るしかないのじゃ。水は必ず出る。この村にいた地質学者もそう言っとった。しかし厚い岩盤に遮られてどうにも手のつけようがない。それで皆諦めてしまったのじゃ。ケイ、滝のやつ隣の村の水を盗みに行ったらしいんだ。あそこの水場には恐ろしい番人が見張ってるんだ。水場はどこだ。怪しいやつが水場をうろついてるぞ。ぶっつけないで、ぶっつ逃げなきゃ。ネズミ野郎が死ねえ。えへへ、このガキ人の水に手つけやがって。お前にそんな資格はない。おばちゃんにこれを。おばちゃんは自分の水もみんなに分け与えて、それでもあと2日も使っとうか。じゃあ水が出る前に死んじゃうよ。お兄ちゃんならきっとみんなを助けることができるよね。死なねばならんのじゃ。この子はまだ7つじゃよ。ほんのわずかな水のために汚れない命が奪われてしまうなんて時代だ。水が出たようだな。ジャッカル様、行きますか。焦るな。あえて危険を冒してまで象を倒すことはない。要は象の肉を食らえばいいんだ。ああ、偵察隊の奴らが勝手に。水だい。こいつはいい。もう水を求めて旅なんかしなくてもいいぜ。すぐに出て、そしてここに水があることを忘れる。こんないい水場を見逃すか。今日からここは俺たちのものだ。知らず俺たちに喧嘩を売るとは。奴らがただの通りすがりの野党ならいいんだ。心配ご無用。いざとなったらこれがありますでな。ああ、すごい。あ、鬼。し、黙って見送っておはけ。この世の中にはわしらみたいな人間がいっぱいいる。あの人が現れるのを待っているんじゃ。俺を置いていこうったってそうはいかねえぜ。あ、私もついていく。勝手にしろ。邪魔者はいなくなった。行くぞ。よし、終了を殺せば奴らは銃を恐れて逃げるかも。おばちゃん今日からここが我々の根城だ。貴様には俺の右腕としてますます活躍してもらおう。はっ、お任せをジャッカル。貴様の知恵を借りよう。こいつらを始末するにはどんな方法がいい。ババアの前でガキを一人ずつ公主刑というのはいかがでしょう。うん、そいつは面白い。よし、そのガキからだ。おとなしくしろ。やめてくだされ。銃声、まさか。俺はあんたと争う気はないんでね。こっちにはガキがいる。逃げさせてもらうぜ。寄るな。それ以上近づいたらガキどもは吹っ飛ばすぞ。 あいつらダイナマイトをガキの背中に。シャッカル様は貴様とは頭の出来が違うのだよ。俺行け。近づいてダイナマイトを抜いてくれ。もう大丈夫だ。ありがとうお兄ちゃん。俺たちもそろそろつらかるぜ。それこいつは置き土産だ。あっちにも子供が。ケン助けてあげて。ケンはないか。村を出て行ったか分かっていたよ。お前は他の子より大きい。自分がいなくなればその食料が他の子に。私や子供たちのために口減らしになってくれたんじゃろう。本当本当に優しい子じゃな。バット、最後だ。母さんと言ってやれ。母さん、お母さん。奴ら地獄の果てまでも追い詰めてやる。